最後までご覧くださってありがとうございます。春豆です。今日は木管五重奏のレパートリーとして有名なイベールの3つの商品の中から真ん中のゆったりした楽章2楽章をホルン4本に直して演奏してみました。ちょっと今これ練習する機会があって自分のホルンのパートは練習してるんですけど、ホルンのパートは本当に最後の数小節しか出てこないんですね。やったことある方いっぱいいらっしゃるかなと思うので、あれねっていう感じだと思うんですけど、この楽章はすごくフルートとクラリネットの二重奏がずっと長いこと前半掛け合いになってて、どちらがメロディーでどちらが伴奏でとかそういう感じじゃない、2本でうまく組み合わさっていく様子が私はすごく好き でホルンで演奏したらどうなるかなと思って今回やってみた感じです。はい、楽しんでいただけましたでしょうか。今年もたくさんの動画にチャレンジしていきたいと思っています。前回の蛍の光や今回のイベールのように分数が短いものでもちょんちょんちょんって作っていって、たまにちょっと大きいしっかりどっしりした感じの難しい曲を、演奏できたらなと思います。なので短い曲長い曲っていうなんか入り混ざる感じで今年は投稿していこうと思っています。その代わりちょっと投稿のスパンを定期的にもうちょっと短くしていけたらっていうふうに思っているので、よければ楽しんでください。ということで、楽しかったよという方やまた見たいっていう方はチャンネル登録とベルボタン通知マークを押しておいていただけますと私の励みになります。どうぞよろしくお願いします。今年もどうぞ皆さんに楽しんでいただける時間を作れるように頑張ってまいります。よろしくお願いいたします。ありがとうございました。